こんにちは、エポックタイムズの川原正義です。今日のテーマは、第一列島線での衝突見据え、アメリカ海兵隊が再編です。近年、中共が強硬的な海洋進出を活発化させる中、アメリカは第一列島線における潜在的な衝突に備えています。本日の構成はこちらです。1、第一列島線見据えアメリカ軍再編。2、アメリカ海兵隊最新式システム導入。3、アメリカとフィリピンが急接近。台湾有事も視野に。4、日本の対中意識の変化。以上、4つのテーマに沿って進めてまいります。今日の動画は、第一列島線での潜在的な米中の軍事衝突や台湾有事をめぐるアメリカ軍の準備、周辺国との連携について皆さんに知っていただきたく作成いたしました。どうぞ最後までご覧ください。今回の動画は YouTube では途中までしか公開されませんので、最後までご覧になりたい方は Epoch Times Japan ウェブサイトの Epoch TV でフルバージョンをご覧ください。月額購読料は1100円となっております。20年間にわたり中東での地上戦闘の経験を有するアメリカ海兵隊は、中共の拡張主義的な動き及び太平洋地域における離島有事への対処力を強化しています。先月29日、ワシントンポストが台湾有事や中共軍の恣意行動に対応するため、日本やフィリピンなどの同盟国と協力し、アメリカ海兵隊が戦闘態勢を整えていることについて報じました。アメリカ海兵隊は海兵連隊から海兵沿岸連隊への改編を進めています。海兵沿岸連隊が見据えているのは第一列島線です。第一列島線とは沖縄県尖閣諸島や台湾、フィリピンなどを結んで設定した軍事的防衛ラインを指します。第一列島線の内側へのアメリカ軍の接近を阻止したい中共の接近阻止領域拒否戦略とは裏腹に、海兵沿岸連隊は列島線の内側にかいくぐり、分散しながら作戦を展開します。第3海兵沿岸連隊の指揮官ジョン・レハネ大佐は、過去20年間、我々は精神的な兵器や強大な国家力を持たないテロ組織に注力してきた。しかし現在我々は組織の再編を行い、精神的な兵器や強大な国家力を有する敵に対応するための準備が必要だと強調しました。現在中共はアメリカを睨み、軍の近代化を急ピッチで進めているとともに、南シナ海での人工島の建設や軍事基地の拡張など、インド太平洋地域における軍事プレゼンスの拡大を図っています。台湾をめぐっては、中共は統一のために武力行使も辞さない考えを示しています。もし台湾が占領された場合、日本も含め多大な犠牲が出ると推測されているほか、世界の半導体産業や台湾周辺のシーレーンに影響することが懸念されます。有事の際、海兵沿岸連隊が小規模の部隊に分散し、敵情の監視・偵察や早期警戒を行いながら、収集した情報に基づいて B1 爆撃機に敵の位置を送信します。また、物資や弾薬の補給、友軍航空機への支援を行います。アメリカ太平洋海兵隊のキャリー・バトソン大佐は、この部隊だけで世界を救うことはできないが、もし戦闘が発生した場合、重要な役割を果たすだろうと表明しています。YouTube でご覧の方はここまでとなります。ここから先の章はアメリカ海兵隊最新式システム導入と続きます。これからの世界動向を見極める重要な情報について話しています。ご覧いただくには、Epoch Times Japan のウェブサイトで公開しているフルバージョンにアクセスしてください。フルバージョンをご覧いただくには、購読会員への申し込みが必要です。月額1100円です。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ、この機会に購読会員にお申し込みいただき、これからの時代に必要な重要情報を入手してください。今までとは違った世界が見えてきます。